はい、ご紹介いただきました、ライフサイエンス統合データベースセンターの小野博正と申します。で、私の回はですね、このタイトルの通りなんですけど、実験データの生物学的解釈を助ける遺伝子発現データベースウェブツールの使い方ということで、これの意味するところは、皆さん実験されて発現の差のあった遺伝子群、例えば100個とか500個とか1000個とか2000個とか、そのぐらいのオーダーで皆さんお持ちだと思うんですけど、そういうのを、解釈をするっていうのがやっぱりなかなか大変だというようなご要望をよくいただきますので、そこをですね、今現在よく使われている遺伝子発現のデータベースとかウェブツールをうまく使うことによって、そこの生物学的な解釈を助ける、そこを気づく何かこうきっかけを与えてくれるような使い方というのを、今回ご紹介しようと。ちょっと1時間ぐらいの短い時間なんですけど、座学ということなんで、知識として吸収していただいて、ラボに帰っていただいてからですね、実習のお手元にある資料と、あとウェブにも同じものがありまして、もし間違いがあったらこっちの方は直りますので、こちらどちら使っていただいても構いませんので、実践していただければなというふうに思います。で、概要が今私がざっと喋ったことをちゃんと書くと、こんなような感じになっております。で、流れとしてはですね、大体いつもこの講習の内容って、ハンズオンで皆さんコンピューターをお持ちになってやっていただく形になるんですけれども、ちょっとそれと同じような形で私が前でやるだけみたいな形にしたいと思います。で、まずその先ほどちょっと紹介ありましたけども、統合 TB の紹介をちょっとさせてください。で、その後に、一個一個個別の遺伝子について、その発現情報を、ざっと見られるような、ツールを作っておりまして、それの紹介をします。で、その次に、数十とか数千とかというオーダーの遺伝子群をお手元に持っている、よくわからない、素性がわからない遺伝子群を持っているときに、じゃあそれがどういうことなのかというのを調べる、いろいろなツールが世界中にあるんですけれども、それのうち一つチップアトラスというのを紹介したいというふうに思います。で、ここはちょっと実習を想定してたんで今回はないんですけど、知識として覚えておいていただきたいのが、結構今回60人とか70人ご参加いただいてるんですけど、結構ウェブサイトとウェブサイトというのはお知らせします。はい、すいません、はい、ということでですね、一斉にこうアクセスしたりすると、なかなかこうものによってはサイトの反応が悪くなったりするケースがありますんで、例えばよくあるケースはパブメドなんかも結構実習なんかでですねやると大変なことになるというのを皆さんお聞きになったことないですかね。結構 5,60 人でパブメド一斉に検索しますなんてやるとですね、こう アクセス禁止になるんですね。でしかもそのラボだけだったらいいんですけど、ここだとなんだ愛知がんセンターの IP アドレスから出ていくわけなんで、なんだこの愛知キャンサーなんとかはみたいなので、まとめてそこの一帯がアクセス禁止みたいなことになって、こう反省文みたいなの書かされてですね、もうしませんみたいなことをやるとなんとかできるようになるみたいなことが、パブメドでもありますので、ウェブはそういうところですので、ちょっとその辺他のサービスについても、状況としてはありますよということを覚えていただければなというふうに思います。で、今回ちょっとハンズオンではないのであれなんですけど、ウェブ上で匿名で質問コメントできるフォームっていうのをちょっと作っております。なかなかやっぱり質問するのはちょっとしんどいなみたいな心理的な障壁があったりとかいろいろあるんですけど、ちょっとですね、ものは試しでちょっとやってみていただければいいかなと思って用意しました。で、なんか最近こういうスライドっていうんですかね、この sli.do っていうこうサービスがあるんですけど、皆さんスマホはお持ちですよね今ね。で、これスマホでですね、こう打っていただくとここアクセスできます。で、番号入れてねって出てくるので、7749っていうのが今回のこの AJAX のページになってますので、もし質問、ちょっと私の話を聞いていてよく分かんないなっていうところがもしありましたら、ここにですね、質問をちょっと書いておいていただくと、最後ちょっと残り5分、10分、時間が余れば、ちょっとそこをレビューして、おさらいというか、フォローしたいなというふうに思いますので、もし、ちょっと手を挙げるのはあれだっていうことであれば、こちらの方に記入しておいていただけると大変助かりますので、もし
質問ある方はこちらに書いていただくか、あのもちろん挙手していただいても構いませんので、いずれかの方法でよろしくお願いします。で、質問は重要だよというところを書いてあります。はい、結構この重要なんですね。70人60人いるといろんなバックグラウンドだったり知識の違いがありますけれども、意外に あなたが知らない、あ、なんだ、なんでこれこういうことなんだろうっていうのは隣の人もですね、そう思ってたりみたいなこともありますので、そうすると全体がね、非常にこう講習会実りあるものになりますので、まあ、ぜひご協力いただければなというふうに思います。はい、それでそうですね、受講前アンケートというのをちょっとお願いしておりました。ご協力ありがとうございました。そうですね、先ほど東郷 TV 知ってますかということでちょっとお手を挙げていただいたんですけど、実はこうやって見るとですね、全く知らないよという方がだいたい4割近くいらっしゃるということなんで、まあ、まさにこの我々がこういうところに来てですね、こういう講習会をやる意義がある一つの部分だと思うんですけど、まあ、ぜひ、まあ、今日これでですね、まあ、知らない人は知っているということになりましたので、まあ、ぜひお近くの方にまたお知らせいただければなというふうに思っております。で、2つ目の設問がですね、自分で実験したして得たですね、遺伝子リストを持っていますかということなんですけど、そうするとですね、これも4割近くの方がもうすでに持ってますよということでした。で、あとは、まあ、これから実験をする予定ですよとかしていますよとか、あとはもう一つはですね、公共データを活用して、まあ、こういうことをやってみたいんだというふうに思われているということで、合わせるとですね、大体どんぐらいですかね、7割8割ぐらいの方はこの辺の今回のテーマに関係する生物学的解釈をこれからやる、あるいは今やって困っているような方なのかなというような状況で話を進めていきたいと思います。で、大規模発言解析の予定はない方もですね、あ、なんだこんな簡単にできるんだったらちょっと私もやってみようかなみたいな気にきっとなるというふうに思いますので、まあ、ぜひちょっとご覧お聞きいただければなというふうに思います。で、まず統合 TV なんですけど、これ研究の現場でですね、頻繁に使われるデータベースとかウェブツールが、まあ、そもそも何があってどう使えば私の研究に、自分の研究に役立たせられるのかっていうのはなかなかわからないという方がもう10年来ずっといっぱいいらっしゃるんですね。まあ、それを一つ解決するためというか、に我々の統合データベースセンターが発足して活動を進めているというような話が先ほど箕輪からあったと思うんですけれども、まあ、それの一つのプロダクトの一つが統合 TV というウェブサイトです。で、我々のその生命科学分野の、まあ、使えるデータベースとかウェブツールをですね、動画で紹介をするというような、コンセプトになっております。で、トップページこんな感じになってます。で、この動画っていうのは、まあ、動画といえば YouTube ですよね。皆さんご覧になってると、ご利用になってる方もいらっしゃると思うんですけど、 YouTube に全く同じ動画が、上がっております。で、統合 TV のウェブサイトの方でも、ご覧になった方はちょっと気づいてる方もいらっしゃると思うんですけど、YouTube の埋め込みの再生プレイヤーが置いてありまして、いつもの YouTube の画面でご覧いただくということができるようになっています。愛知県がんセンターは YouTube 見られないっていうことはないですかね。大丈夫ですか。研究所とか大学によっては YouTube 自体が見られないというところもあるんで、ローカルにファイルもダウンロードしてご覧にいただけるようにもなってますので、まあ、こちら大丈夫ということなんであれなんですけど、もしそういう場合はですね、ローカルに落として使うというようなこともできるようになっています。で、 YouTube だとこんな感じでチャンネルがありまして、こんな画面、まあ、どちらで見ていただいても構いませんので、好きな方でご覧いただければなと思います。YouTube にチャンネル登録すると、これ やられた方いらっしゃるかと思うんですけど、更新されるとメールでお知らせしてくれるという機能があります。それでですね、ちょっとこれ情報古いんですけど、今年の春にですね、実は YouTube 版が100万再生を超えたということで、はい、一つの節目を超えました。で、今もうすでにですね、114万5万ぐらいの再生数になっております。で、こちらちょっと内部的にしか見られないんですけど、これスクリーンショット撮ったんですけど、まあ、こんな感じで統計情報が出てまして、こんな塩梅で、青い線がですね、再生回数で、オレンジ色の線が再生時間、総再生時間ですね、
どのぐらい実際実時間として見たかという感じになってます。まあ大体あの右肩上がりにおかげさまで上がっておりまして、で結構そのこの凸凹があるような感じなんですけど、これ結構ですねその季節性があるということなんです。どういうことかって分かります、分かる方いらっしゃいます？鋭い。そうなんですね、あのまさにあの新入生が入る頃に増える、まさにその4月とか5月とか6月みたいな、いわゆるラボにこう配属されて研究始めますよっていうような時期はすごく再生数が伸びるんですね。で一方こう夏7月8月ぐらいになるとちょっと一回落ちるんです。少しね、やっぱりこの夏は例えば大学院の入試があったりとか、まあ、夏休みになったりとかっていうこともあるので、一旦こう動画を見なくなるっていう時期があります。で秋になるとまた多少戻ってきますけど、今度冬にまた下がる、まさに12月今ぐらいもそうなんですけど、12月とか1月2月でこの時期はやっぱりその勉強するというよりももう結果を出していくというか、例えば卒業研究をまとめる時期とか修士論文をまとめる時期とかっていうような時期になってくるので、まあ、動画見て勉強してる場合じゃないよっていうところがあります。で大体それがターンオーバーがあって、でまた次の新入生が入ってきて4月にまたバーンと増える、まあ、ただベースラインがだんだん切り上がってるんで、まあ、ユーザーが増えてるっていうところの一つのあのエビデンスなのかなと思ってるんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、ガタガタしてるのはそういうようなところです。でまさにこれあの統合 TV のメインのターゲットのユーザーはですね、あの大学院生とかあの研究室に入りたての、まあ、学部の4年生とか、まあ、その辺の方たちに分かるような、まあ、言葉遣いだとか展開の仕方とかっていうのを目指して内容を、精査して作っているので、非常に、まあ、そことマッチしているのかなというふうに我々考えています。ので、まさにですねその、まあ、先生方あの結構もう指導されている先生なんかもいらっしゃると思うんですけど、これを逆に逆手に取ればですね、あの講義とか講習とかご担当されている先生なんかもいらっしゃると思うんですけど、まあ、その資料にしていただくとか、あとは後輩の指導の教材として利用していただくっていうのがシニアな層にはおすすめしている使い方です。結構教育めんどくさくないですか？非常に そうですよね。皆さん顔を見るとあの思わずって ね, っていうね、私もまさにそう後輩指導してる時期がありましたけど、まあちょっとめんどくさいじゃないですか。自分もやらなきゃいけないのに、例えば学生なんかだとね、自分の学位があるのになんでパブメドの使い方を後輩に教えなきゃいけないんだみたいなね、ところがやっぱあるわけですよ。なので、まあ、このパブメドの使い方も統合 TV の中に入っておりますので、これを知っておけばですよ、統合 TV でパブメドと検索しなさい、で自分でちょっと勉強して分かんなかったら聞いてくださいみたいな風にするとお互いねハッピーですよね。あのお互いの時間が取られないし、先輩にこう怒られないでいいしみたいな、後輩にしてはねっていうところもあるので、まあ、そういうような教材として、これ無料ですので、もういくら使ってもあの動画は使われませんので、あの使い倒していただくというふうな ご利用をあのいただけるとありがたいです。であとはですね、この講義今回私喋ってますけど、この講義も、散々いろんなところで喋ったり、しておりまして動画になっております。あと個別の例えば、まあ、統合 TV の使い方はもちろんそうなんですけど、この後紹介するレフェックスですとかチップアトラスについても動画を作成してありますので、私がこうやって適当に喋るよりもきっちり作ってありますので、後で振り返って、やっていただくときにはそちらの動画を見ていただくのでも便利にできるようになっております。あと今日はちょっとあの遺伝子発現のデータベースというところでちょっと区切ってありますので、まあ、それ以外にですね、あの文献系とか、まあ、いろんな今日から使える便利な生命科学系データベース、公共データベースみたいな銘打ったあの割とジェネラルな話をした回なんかもありますので、まあ、こちらをご覧いただくと、あの今回紹介する以外のDBCLS が提供している DBCLS と NBDC ですねが提供している各種サービスについて喋っている回なんかもありますので、こちらちょっとお時間ありましたらご覧いただけると良いと思います。であとちょっとシステム的な話をちょっとしますと、統合 TV に載っているコンテンツ動画についてですけど、これこちらご引用いただくことができるようになってます。で引用するときにあの、まあ、URL を貼ってもいいんですけど、DOI ってご存知ですかね、あの雑誌についた雑誌というかあの論文誌に個別にネイチャーとかセルとかの後に DOI.org すらなんとかなんとかとかってこう書いてあるのがあるんですけど、
あれがですね、デジタルオブジェクトアイデンティファイアといって、まあ、恒久的な URL、 恒久的なアクセスを保証するためのそういう特殊なあの URL があるんですけど、まあ、それを実は統合 TV も取得をしています。でこれはあの JST の中にあるそういうジャパンリンクセンターっていうところが日本で唯一その DOI を発行してるんですけど、まあ、そこにお願いをして一本一本DOI をつけております。これをちょっと見た方がいいですかね。統合 TV、 がんセンターの方だと A メドで予算取られてる方なんかいらっしゃるんですかね。一番最新のやつは A メドファインドっていう、あの A メドの研究開発課題を検索するっていうあのニッチなところの使い方になってます。これ別に英名でこれお願いされたわけでもないんですけど、我々勝手に見つけてきて作ってます。まあ、ちょっと、まあ、本題はそれじゃないんですけど、で DOI これなんですね。ここについているこういうなんかこんな記号を見たことある方いらっしゃるかと思うんですけど、これなんです。これを、書いていただいて、これ実は URL になってまして、これピッて押していただくと、まあ、リダイレクトされてまた同じここに返ってくるんですけど、まあ、他のサイトでこういうのは書いてあってもこちらに返ってくる。で統合 TV がダメだとですね、 YouTube の方に飛ぶようになっています。で、まあ、よくこう冗談のような話をするんですけど、うちのセンターがなくなってもですね、多分 Google、YouTube はなくならないと思いますので、我々がなくなってもこの動画は残り続けるということになっております。はい、それでごめんなさい、だんだんいきます。あで講習会の動画はですね、個別にまたちょっと用意をしてまして、トップページのこの左上の一番上のところに講習会の実習の資料を、まあ、過去今回で73回目なんですけど、73回分一応用意をしております。で直近では、アジャックス番長の1といって、これはあの JST の本部でやったとこが一番最新、8月の末にやった回なんですけど、こんな感じで、資料が皆さんに結構関係しそうな、先ほどの統合バーっていうのがありましたけど、それの講習なんかもここでやっております。こんな感じ で動画と、こちら動画が再生するんですけど、動画とこちらがその実際に使った資料ですね、スライドの資料を、まあ、こんな感じで自分のペースで見ながら進めたり、で手元のコンピューターで実際に統合バーを使ってみたりとかっていうような使い方ができるようになっています。で動画以外にもですね、実はあの静止画もこの統合 TV から、提供してし始めています。でこれが2年ぐらい前ですかね、2年ぐらい前から進めているんですけど、一番トップページのですね、このメニューのここですね、真ん中あたり、ちょっとごめんなさい、右だいぶあれしてます、はい、すみません。ここに自由に使える画像を探すっていうのがありまして、ここを押していただくと今600種類ぐらい画像がもうありまして、こんな感じですね。でこれがですね、誰にでも自由に無料で利用していただくことができます。で、唯一の制限というかお願いしているのは、引用元だけ、出典だけ書いてほしいっていうことなんです。で出典って何かっていうと、ちょっとここに我々ね、その出展用の画像っていうのを実は作りまして、よくどうなんでしょう、 CM とか雑誌とかの右下ぐらいにこうなんかこのコピーライトの丸 C って書いてあって、なんかこう所属が書いてあったりとかっていうのあると思うんですけど、これをどっかにさえ書いていただければ、どのように使っていただいても構いません。研究のポスター、論文の図とか、あとは販売の広告の何かその挿絵とか、であとは例えば商売に使っていただいてもよくて、そういう方がいらっしゃるかどうかわからないですけど、この統合ピクチャーギャラリーをなんか綺麗な紙に印刷して本に冊子にして販売しても構わないって、そういうライセンスなんです。よく著作権はこの著作権の人持ってる人にこれ使っていいですかって聞かないといけないみたいなイメージお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、これは全くいりません。我々に何の断りもなしにいろんなところに使っていただいて構いませんっていうものなんですね。先ほど箕輪さんがクリエイティブコモンズっていうところの話をしたと思うんですけど、あれがそういうことなんですね。なんで出典だけ書いていただければどう使っていただいてもいいし、断っていただくこともいらないと。
というふうなことになっておりますので、まあ、ぜひですねちょっといろんな種類あります。ポップなこの辺なんかはありそうでなかった DNA 二重らせんの絵とか、これ結構自分で描こうとすると結構大変だったり、あと下手するとこう DNA が左巻きだったりとかっていうのが、あのね、あの公共普通のインターネット検索をして DNA でイメージ検索をするとあれこれ左巻きじゃねえみたいなのが結構あるんですけど、ちゃんと右を巻いておりますとか、あとはですね、まあ、こういうちょっとアイコンっぽいよく使う、こうなんか文献から何か取ってくるとか、なんかこういうこれセルソーターの絵ですねとか、こういうチューブの絵とか、あとなんかこういうなんか解析してる風のなんかアイコンみたいなのとか、あと論文っぽいなんかこういうアイコンとか、あとこういうなんか人の 3D ですね、 3D の男女があったり骨があったり、あとなんかこれ正常細胞とこれがん細胞みたいなのとか、まあそんなようなのがちょっとちょろちょろあります。でこれ結構おすすめで、3D のマウスで結構こうリアルなんですけど、これあの 3D って書いてあるんですけど、これぐるぐる回ります360度、そういうものを用意してて、あのちょっと今お手元皆さんマシンないんであれなんですけど、この辺アニメーション PNG っていうのを使っていただくと、これぐるぐる360度マウスが回り続けるっていう絵が再生されます。ので尻尾の絵とかもあの我々の方で持ってるので、これですね PNG ファイルの全方位っていうやつがありますから、これあの361周分こうマウスの絵がありますので、お尻からの絵を撮りたいとかっていう、まあ、奇抜な方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、そんなようなのも自分で描くのはちょっとしんどいかもしれないですけど、もうすでに用意されてますので、マウスなんかね結構使われると思いますんで、まあ、ぜひ使っていただけるとありがたいです。ちょっとこの辺に先ほど申し上げたどうやって使いますかっていうのはここに書いてありますけど、もうこれだけ書いていただければいいですよっていうことです。何に使っていただいても構わないですよっていうのがこの辺に書いてあります。で論文とかですと、まあアクノレッジメントとか、あとは図のレジェンドの下に書いてもらったりとかっていうようなケースが多いです。でこれなんで書いてもらってるかっていうと、これ書いた特に論文の場合なんですけど、書いていただかないと使われたかどうかが分かんないっていうところがあるので、ね、全部の世に出てる出版物を全部見て、あうちのだってこうやるわけにいかないので、まあ、書いていただかないとなかなかその辺の トレースが難しいという状況があります。あとなんかすごくいいプレスリリースに出しましたとか、むしろあの皆さんから言っていただくと大変ありがたいです。これに使わせてもらいました、役に立ちましたとかっていうと、それをそのまま報告書に書けるので、そうすると あの DBC ラスはいいことやってるなっていうことになりますので、まあ、ぜひあの使っていいですかとは聞かないでいいんですけど、使わせてもらいましたっていうあのそういうレポートは 大歓迎です。はい、これが500種類以上今あります。こんな感じですね。であとはただまあ500種類以上、動画も1500本以上あるんですけど、やっぱりまだあのフォローしきれてないあの分野ですとか、あの題材なんかもありますので、そういう場合はあのリクエストフォームがありまして、トップページのこの右上にリクエストっていうのがありますので、こちらからですね、こういうフォームになっておりますので、こちらからポチ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 やっていただくと、リクエストが送れるようになってます。あの連絡先を書いていただいても構いませんし、書かなくても匿名で連絡しないでくれっていうふうにすることもできますので、あのぜひあの気楽に思いついたもので何かあれば送っていただければありがたいです。そうですね。であの統合 TV を作ってみたい方っていうのも今募集をしてます。でこれ実際にあの借金もちゃんと出ますので、まあ、もしあの使ってみて、あこれだったら私も作れそうだとかっていう方、あるいは自分のラボですごい使ってるのにこれに載ってないからもう私が作るみたいなね、そういう方もしいらっしゃいましたら、ご連絡いただけましたら、対応したいと思います。で遠隔地でもできまして、オンラインで全て完結するようになっておりますので、物だけ動画だけ作って我々の方に送っていただければ、それに対して借金を払うというふうな仕組みでできるようになっております。そしてですね、これ大注目ですが、実は統合 TV を効果的に利用するためのガイドブック、実は本になったというお知らせなんです。でつい先だって12月の4日3日ぐらいに出版されまして、全国の本屋に今伝播しているところなんですけど、動画のサイトがなんで本を出してんだっていうところあるんですけど、あの、まあ、ごめんなさい、タイトルはこういう生命科学データベースウェブツール図解と動画で使い方がわかる
研究がはかどる定番18選ということで、動画のこのサイト今1500本動画がありますよって話をしたんですけど、基本的に動画なんで、一本一本こう先ほどの例なんかで A メドファインドの使い方っていうのがこう出てきちゃうわけなんですけど、じゃあそもそもどういうふうなのを組み合わせていくとどういうスキルが身につくかとかっていうのが結構体系的に勉強しようとすると、結構この統合 TV のウェブサイトを使いこなさないとちょっとしんどくなってきたらしいというのが、ちょっといろんな人からアドバイスをいただいて、私は自分でこれやってるんで自分でこれとこれ組み合わせればいいななんて思っちゃうんですけど、なかなかそこのガイドが欲しいっていうようなところが声がありました。で、まあ、そういう時にどういうやっぱ媒体がいいのかなって考えた時に、まあ、書籍ですとやっぱ手元でこうパラ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 俯瞰的に見られる、あとは目次が当然つきますんで、体系的に第1章1項はこういうことやります、2項はこういうことやりますとかっていうのが、まあ、簡単にこう目で追っていけるっていうところがあったので、本にしようということで、今年の春ぐらいに企画があって、つい先週横浜で行われていた分子生物学会で発売になりました。で、そうですね、こういうことですね。定番として何がよく使われているのかを知って、その使い方を学んで、どう使うと便利なのかっていうのを体系的にまとめて俯瞰的に捉えられるようにしてあります。で、Amazon でも売っておりますので、Amazon よりこっちの方がいいのかな。で、目次がちょっと見たいという方の向けに、この下の方のリンクをですね見ていただくと、何がどんな、こんな感じですね、表紙こんな感じになってます。これにピンときたらぜひ買っていただけると大変ありがたいです。あ、でこんな感じなんですね、目次。よいしょ。もう一番最初はですね、研究室に新人が入ってきたら絶対に押さえておきたいパブメド検索、あとパワーポイントで絵を描くとか、 Google のサービスを使うとか、あとブラストで配列類似性検索をするとか、あとプライマー設計のツールを、まあ、この辺はもうね皆さん研究者のイロハというか絶対使うわけですけど、まあ、この辺から始まって、で次にですね、この研究サイクルを加速させるためにこんなツールを使うとよりブーストできますよっていうような内容で、例えば画像ファイルの操作ですとか、あとちょっと難しそうなゲノムブラウザーっていう、ああいうねマップがありますけど、まあ、こういうのの使い方とか、あとは英語表現とか略語を素早く検索するような便利なツールがこうあるんですけど、まあ、そういうような英語のツールがあります。あ、ごめんなさい、英語のツールとか、英語をうまく使うための日本語の、日本人が我々の DBCS で実は作ってるサービスなんですけど、こういうサービスがありますとか、あとは最新の試験を日本語で読むためのこういうレビューのウェブサイトがありますよとかっていうふうに、だんだんこう難易度として上がってくるんですけど、まあ、最終的にはこういう、まあ、今回紹介するようなレフェックスチップアトラスなんかも実は載せてるんですけど、まあ、こういう公共データ、データ解析ですねをいかにその簡単に済ますかっていう、簡単にできるようにするかっていうのを紹介して、最後がですね、これ皆さんなんか結構ビビッとくる方いらっしゃるかと思うんですけど、もうこのビッグデータ時代にですね、疾患ゲノム解析みたいなことを皆さんやらなきゃいけないみたいな感じになってるっていうのを昨日ちょっとお話を伺ったんですけど、まあ、まさにそんなところをですね、フォーカスして、一章割いています、パートを割いています。で TCGA とか聞いたことありますかね、皆さんね、とかコズミックとかジーバスカタログとかクリンバーとか、ちょっとすごい難しそうなんですよねこの辺ね、これちょっと読み方難しいんですけど、これノマドって言います、ノマドって言いますとか GTEX とかって、結構今こういうのがバン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 出てきてるんですけど、なかなかねキャッチアップして使っていくの難しいよっていうことがあるんですけど、これ全て実はもう統合 TV に動画が上がっています、上がっているんですけど、まあそうではなくて書籍で勉強したいよという方向けに、これ辺、図解と動画で、ダブルで紹介をするというコンセプトでこの辺も紹介をしております。で付録で実は動画作成の舞台裏なんかも書いてるので、ちょっと読み物としても面白いかなというふうになっておりますので、ぜひ絶賛発売中でございます、よろしくお願いします。 Amazon でも買えるようになっております。今日ここでポチッとすれば明日届くそうですすいません、宣伝をさせていただきましたはい、はい、ということで、すみません、だいぶ時間が来ましたね、半分ぐらい来ちゃいましたが、であとですね、ちょっと今回紹介しないんですけれども、習熟度ですとかやりたいこと別にちょっと皆さん個別にいろいろ違うと思いますので、いくつかこうポイントしておきますので、ちょっとピンときた方は後日こちら
クリックしていただくなり、あの資料を見ていただくなりして、それぞれ当たっていただければいいかなと思います。塩基配列検索ですね。こうあのさっきブラストの話をしましたけど、塩基配列皆さん検索されますよね。結構時間かかって困ってるなとかっていう方いらっしゃるんですけど、 DBCLS で実は高速にこの塩基配列の検索をする技術を開発してまして、めちゃめちゃ早いものを用意してます。あとはゲノム編集、 CRISPR-Cas9 のガイド RNA を作る方法とかの、ツールを作っている人間もいますので、その人間が喋ったこういう講習の内容なんかもありますので、もちろんそちら やられてるよやりたいよっていう方もしいましたら、こちらご覧ください。あとはあの公共データベースから、結構がっつりそれ自分で検索をして生データをダウンロードしてきて解析をする方法なんていうのは今回はちょっと取り上げませんが、個別の事例になってくるとこの辺が必要になってきますので、まあ、その辺やりたいよというやりたくなってきたよという方はですね、ちょっと古いんですけど、こちらの2015年の回アジャックスの回をご覧いただくとその内容が載っております。あとは、DBCLS にはパブメド検索のプロがおりまして、まあ、その方がですね、文献検索のイロハを教えてくれるというそういう素敵な動画もありますので、こちらの今年の夏の最新版ですので、まあ、学生さんにパブメドの動画を見せるのもいいんですけど、これをもう1時間ぐらいで済みますので、1時間黙ってみとけと、で実際にハンズオンでやってみろって言ったらもうパブメド検索のプロになっているというふうな動画になっておりますので、こちらも合わせてご覧ください。で NGS です。 NGS もいろいろもうたくさんの動画がありますけれど、結構体系的にですね、あのきっちりまとめてくれている動画がありまして、これも今年の夏ぐらいにやったやつですね。NGS のデータ解析リテラシーについてどういう知識が必要で、どういうことを知ってなきゃいけないか、 NGS 解析をするのにっていうのを、実際のハンズオン形式であの座学も交えてやってくれていると、まあ、そんなような内容になっております。で NGS 解析で飯を食いたいっていう方も結構最近いらっしゃるんですけど、あのそういう方向けにですね、だいたい50時間ぐらいの動画がありまして、もともと夏にですね、東京大学農学部で、月曜日から金曜日の9時5時でですね、あの缶詰になり、まあ、こんなような大きさの部屋にみんなパソコンを持ち込んでですね、実際にこうプログラムを打ちながらみんなでこう前の画面でやるみたいな、そういうあのスパルタな講習会が5回ぐらい過去5年間ぐらいやってたんです。でそれを実は東郷 TV もバックアップをしまして、全ての動画をまさにあの後ろのカメラで撮りまして、で編集をして、それを動画でご覧いただけると、だからまさにそのスパルタの講習会を追体験できると、皆さんのお手持ちのコンピューター でしかもこれ講習会じゃなくてビデオなんで、何回も巻き戻したり早送りしたりは自由に自分のペースでやっていただけるということになってます。なので、まあ、NGS で飯を食いたいけどどうしていいか分かんないという方結構いらっしゃるんですけど、まあ、まず我々お勧めしているのはこの動画をちょっと50時間頑張って見てみる。で50時間ちょっと見れないようだとやっぱりなかなかご飯は食べていけないかなと。ただご飯を食べていこうというのに50時間どうですか、なんかあ短いな長いなどう思われるかちょっと分かんないですけど、まあ、短いなと思われるだったらちょっと飯食っていけるような感じしますよねっていうような、まあ、ちょっと自分のこうやる気のあのなんていうんですかね、あの目印みたいな、 どのぐらい自分は本当にやる気があるんだみたいなところをあのやるのにもいいかなというふうに思ってますので、まあ、そういうような素材も取り揃えております。で最後これあの今回追加しましたが、あの先ほどのちょっと本のところで宣伝しましたけど、あのまさに疾患ゲノム解析で使いたいデータベースを全部書き出してみました。実際に出してみると結構あの本になってないやつなんかもあります。このデップマップなんていうやつはあのがんの治療標的となる遺伝子を発見するためのデータベースなんかがあるんですけど、まあ、こんなようなもうこれ全部すべて動画へのリンクになってますので、ちょっと興味このキーワードにピンときたようなものについてちょっと動画をご覧いただけるように、こちらに書き出してありますので、こちらもご覧になってみてください。ここまでよろしいですか。統合 TV の話はちょっとだいぶ長くなりましたが、ちょっと総括的にざーっとおさらいをしましたけどよろしいですか。わからない点等々あればですけどよろしいですかね。はい、それであと30分ぐらいありますので、まあ、15分15分ぐらいでやっていきますが、一個一個の遺伝子発現のプロファイルを調べるものとしてですね、これあの我々がやっておりまして、私がこれ開発しております。でレフェックスと読みますけど、リファレンスエクスプレッションデータセットと言います。これご覧になったことある方いらっしゃいます。使ったことあるとかご覧、あ結構いらっしゃるですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あのそうなんです、こういう、まあ、ただどうでしょう、7割ぐらいの方は見たことないっていう感じだったんで、今日これご覧になってちょっと使ってみてください。
一応非常に簡単なインターフェースで、快適にビッグデータを検索できるように設計をしてあります。でこんなようなインターフェースになってまして、やり方はですね、全部ここに実はこの下ですね、実習形式で過去やってますので、1番まず開きます、2番何々をやりますみたいな形で、紹介をしておりますので、今日はちょっとやりませんけれども、まあ、こんな感じでプロトコル、実験プロトコルみたいな感じでやってますんで、今日あるいは明日ラボに帰られてから実際にアクセスしてみてやってみてください。今日はちょっと簡単に概要を紹介してみますが、でこれ何かというとですね、公共データベース、皆さん誰でも使える無料で使えるデータベースの中からですね、我々が、正常組織とか正常細胞株、何も実験をしていない、いじっていない細胞株とかの、遺伝子発現を測定したデータっていうのを世界中から探してきて、でそれをこう並べると多くの皆さんがハッピーになるだろうというような、まあ、リファレンス、これはまさにリファレンス、参照できるような遺伝子発現データを再解析を我々の方でして、でこう比較をできるように並べ替えて、でそれをウェブサイトで見られるようにしたというようなところがコンセプトです。で遺伝子発現といってもですね、いろんなその測定手法があるっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、そのうち代表的な、まあ、EST っていう昔ながらのサンガーシーケンスの方法ですとか、ジーンチップはこれはマイクロアレイの方法ですね、アフィメトリクス社のマイクロアレイですとか、あとこの KG っていうのはファントム5っていう理研の横浜の研究所でやっているプロジェクトで、基本的な技術、基礎の技術は RNA シーケンスなんですけど、まあ、それの特に転写回視点に特化してシーケンスをする方法のことを KG と読みますけど、その KG のデータ、であとは一般的な RNA シーケンスのデータというふうに、この4つのデータをそれぞれ並列で比較ができるというふうなことになっております。でもともと40種類の臓器を一目で見られるのが便利ですよって話をしていたんですけども、最近新たにそのファントム5のケージのデータっていうのが追加されてですね、これ非常に網羅的にやられていて、人で550種類ぐらい、マウスで300種類ぐらいのサンプルが一気にドカドカッと入ったんですね。今まで最大40個だったのに、もう10倍以上のデータが中に入ったというふうな計算になります。でこの辺ちょっと後で紹介します。で掲載しているデータとかオリジナルのデータなどの詳細については我々のウェブサイトの方に載ってますので、まあ、どれを使ったか自分でダウンロードしてみたいとかっていう方もしいらっしゃったら、こちらからご覧いただければ全て載ってあります。でどのように我々が処理したかなんていうのも全部載っておりますのでご覧ください。でこのレフェックスでできることいろいろできるんですけど、まあ、基本的にその正常組織に正常組織でどのぐらいA っていう遺伝子が発現、どのぐらい発現しているかっていうのを簡単に調べることがもちろんできます。であともう一つは先ほど述べたその4つの実験手法で測定手法によって遺伝子発現量が微妙に違ってくるっていうことがありますけど、まあ、それがじゃあ実際にどう違うのか、どのぐらい違うのか、一緒なのかっていうのを一目で、調べることができる。でもう一つはこれ結構ユニークなんですけど、組織特異的遺伝子っていうのを、ワンタッチで検索することができます。組織特異的遺伝子とかってやりますかね、よく皆さん。ポジコンとかあるいはネガコンで、例えば肝臓特異的遺伝子っていうのはこういうのが知られていて、もうこれは絶対肝臓の機能に絶対必要な遺伝子ですみたいな感じの文脈で使われると思うんですけど、あれはいわゆる昔からずっと研究をされてきても肝臓ではこのなんとかっていう遺伝子がもう昔から絶対出るっていうのは分かってるっていうのは、まあ、その辺の蓄積でこうやられてきてるんですけど、まあ、レフェックスのいいところはこれまさにその公共データからこういう感じですね。これちょっとトロポニンっていう遺伝子なんですけど、これ筋肉系の遺伝子なんですけど、他の臓器で全然低いんだけどこの筋肉系だけですごく高いみたいな、こういうような状況を示す遺伝子発現のデータがあれば、これ生物学的に、組織特異的かどうかわからないけど、数字の羅列としてはこのサンプル特異的に発現している遺伝子っぽいですよねとかっていうのを我々があらかじめ元から計算をしておいて、でコンピューターでこの辺を計算するプログラムがありますので、まあ、それを使って、まあ、こういうような状況の遺伝子発現のデータをワンタッチで検索できるようにしているというような感じになっています、はい、で最後はこの遺伝子発現解析などで見出されたよくわからない不詳な遺伝子群っていうのが皆さん
出てきてますかね。あの発言解析すると なんだこの遺伝子初めて見たぞみたいな、初めましてみたいな遺伝子が結構あると思うんですけど、まあ、そんなのが出てきた時に皆さんどうでしょうね。パブメドでその遺伝子を検索してますかね。そうするとね、そうするとね、1個2個3個だったらいいんですけど、これがね100個500個とかになってくると、ね、気が狂いそうになると思うんですけど、まあ、そんな時に遺伝子発現のデータのパターン、発現パターンから、あ、これはこういう働きをしているのかもしれないとかっていうのを考えるのも一つの手段なんじゃないかと我々は提案をしております。なのでまさにそのよくわからない遺伝子をここのレフェックスに入れていただいて、臓器でどういう発現パターンをしているのかなんていうのを見ていくと、あ、実はあこのパターンはなんか他の遺伝子で見たことあるぞとかっていうのは、やっぱそのデータの専門家だったらちょっとピンときそうですよねっていうような、そういう新たな視点というか、この公共データからまさにその新たな着想を得るみたいな、ことができるように、データベースをデザインしております。で、レフェックスに載ってるデータっていうのは全て再利用可能で、論文に載せていただいたり、自分のデータと混ぜて、解釈をしていただいたり、何でも自由です。で、これもまさに CC BY っていうクリエイティブコモンズの出典だけ書いていただければどう使ってもいいですよっていうデータですので、同じです。はい、でオリジナルデータをどう処理したかっていうのはこういう GitHub っていうウェブサイトに載ってますし、処理した後の発言データですとか、どういうサンプルのアノテーションを我々はつけました、整理をしてつけましたよなんていう情報は Figshare っていうこういう公共のアーカイブサイトがありますけど、そこに、全て載っております。でつい去年の、夏に論文が出まして、 こういう論文なんですけど、サイエンティフィックデータっていう、データジャーナルみたいな最近割と出てきてるそういう形式のジャーナルに載せたんですけど、ここが非常に厳しくて、こういうの全部載せないと載せませんっていう論文なんですね。どういう処理したかを全部誰でも見られるところに上げて、であなたが処理した全てのデータを全て他の人が見られるようなところに DOI をつけてあげなさいっていうような、まあ、そういう最近そういう時代になってきてるんです。もう全部データは他の人が再現できるように見られるところに置かないと論文出せませんみたいな風な感じになってきて、さらにその中でも厳しめのジャーナルだと思うんですけど、まあ、そんなようなところに、まあ、でも我々はのこのレフェックスはまさに公共データを使って再利用して再解析したデータなんで、何のこういうの出さない理由はないので、全て丸出しにしてあります。で結構ですね、がんの研究者とか、あと製薬企業の方とかに何かたくさん使っていただいてるなんていう話を、講習会とか、あとは問い合わせていただいてるんですけど、まあ、一つの例としてですね、ちょっとここに載せましたけど、こういう論文、オンコジーンっていうジャーナルがあると思うんですけど、まあ、そこに載った、ストーリーで、これ何かっていうと、まあ、よくあるパターンなんですけど、発現解析で見出した数百個があって、でこれは治療標的とか候補遺伝子として今後使っていきたいんだけど、数百個もあるんで、やっぱ一個一個実験してたんじゃ実験お金もかかるし時間もかかると。でじゃあどういうふうにこれを絞り込む、優先順位をつけようかっていうのを考えて、レフェックスを見つけていただいて、で彼らが考えた賢かったところは、この数百個ある候補遺伝子が正常組織で発現量が低ければ、これは治療標的なんで、例えば副作用とか悪影響が出にくいだろうというふうに仮説をしたところは賢いと思うんですけど、とすればレフェックスで遺伝子のそのリストを一個一個調べていって、正常組織で低いものを優先順位を高くしていくというような戦略を立てていったところ、うまくですねこの追加確認実験の優先順位付けをすることができて、だいぶ数百個全部やらないまでもいい感じの候補遺伝子を見出すことができましたっていうようなストーリーだそうです。なので、まあ、これ一つ典型的なティピカルな使い方だと思うんですけども、それ以外にも、まあ、いろんな、まさにここなんですよね。このどうこのデータを使うかを考えるところが、多分個別の皆さんの研究者の知恵の見せ所というかセンスなんだと思うんですね。なんで、まあ、道具、我々のこういう提供しているのはあくまでも道具なんで、まあ、どういうふうにうまく使うかっていうところを、まあ、我々たくさん皆さんに思いついていただけるように、いろんな見方とか見せ方を提供するのが我々の使命で、こういうのを開発をしております。でまだまだ現行のやつもちょっといけてないところがあるので、来年度、今年度中ぐらいには次の版が今開発鋭意開発しているところなんですけど、次のが出る予定になっております。
でその他ですね、この引用したレフェックスを引用した論文の一覧というのも我々まとめてまして、こちらクリックしていただくと、一覧が出るようになっています。今17本20本弱ぐらい、その辺の論文が出ております。はい。であと7、8分なんですけど、これを全部やってたらちょっと時間が足りないので、いくつか典型的な例をやりますが、これがレフェックスのウェブサイトです。こんな感じになってます。でここにキーワードを入れていただいてもいいですし、先ほど申し上げた組織特異的に発現する遺伝子っていうのは、このこういう臓器のアイコンが今10個出てますけど、これ全部こう展開すると40個中に収まってます。こんな感じですね。で例えばよく典型的な例で肝臓を出すんですけど、肝臓だったら肝臓をしていただくと、肝臓で発現して特異的に発現しているのが大体470件ぐらいありますよという。でこれ多分遺伝子に直すと半分ぐらい240-250個になるんだと思うんですけど、そのぐらいの遺伝子が入ってます。でどうなんでしょう、僕は肝臓の研究者じゃないんでちょっとよく分かんないところあるんですけど、フィブリノーゲンアルファチェーンとかこの辺が出てくると、こんな感じですね。他で全然出てないんですけど肝臓だけでバーンと出るよみたいな、こういうパターンを、機械的に計算をして出しているというふうになっています。こんな感じですね。で、そうですね、まあ、こちらで絞り込みなんか遺伝子名で絞り込みなんかもできるんで、例えばフィブリノージェンっていうのだけついてるやつを絞り込んでほしいとか、フィブリノージェンはいらないよとかっていうのを指定できたりしますし、あとはその機能別にこうオントロジー、ジーンオントロジーって皆さん分かりますか？分かるような人もいれば分かんない人、遺伝子の機能を統一的な語彙で書こうっていう、そういうプロジェクトがありまして、そこでこう機能の名前なんかを入れる、例えばトランスクリプションファクターアクティビティとか、転写因子の探したいんだったらそういうトランスクリプションファクターアクティビティみたいな言葉で書かれている、機能がこの遺伝子についているものがあるんですけど、そこをこう書いていただくと転写因子をそれだけ取ってくれるとかっていうのができるようになってます。ちょっとこれはちょっと詳細省きますけど、まあ、そんなようなのとかで絞り込んだり、あとはソートなんかもできるようになってまして、ちょっと見にくいんですけど、よいしょ、これでかくならない、今組織特異性の強、どんだけ特異的かで並べてるんですけど、あと発現量の順とかでも並べられるんですけど、一番ちょっといいのは注目度の高い順低い順っていうのがあります。でこれ何かっていうと、パブメドが提供しているデータにパブメド一本一本論文が出るとですね、その論文は何の遺伝子について研究した論文かっていうのを一個一個タグ付けしてるんですね。でそれが全て自由に使えるようになってるので、それをダウンロードしてきて、相当 のデータに使ってます。で注目度が高いというのはまさにその論文がたくさん出てる、で注目度が低いのは逆に論文が出てないものを意味しています。で注目度が一番高い遺伝子って何だか知ってますか？皆さん非常に馴染みがあると思いますけど、がんセンターなんで、これは P53 なんですね。これ世界中で一番研究者が多いレッドオーシャンですわ。もう大変ですね、論文出すのが。で一方で低い順、そしてやっぱり我々研究者はひねくれもんなんで、ね、人気のあるところよりも人気のないところに行きたいのが世の常だと思いますので、やっぱりこっちですよね、低い順で見てみたい。でも低い順だとこう今度マイナーすぎてですね、情報が全然ないみたいなことがありますので、まあここにやりがいを感じるのか絶望するのかはちょっとその人の、ね、性格次第のところあるんですけど、まあ、そんなような使い方も実はできるようになってます。肝臓の研究者でね、この辺ちょっと見ていくと、なんだこれはみたいな、全然肝臓のことは全部知ってると思ってたけど全然知らないのが出てきてるぞとかね、そんなようなのが発見できるようにもなっております。これ自分で検索しようと思うと結構大変なんですよ多分。なので、まあ、そんなような機能を少しずつですけど足して作っていっています。あとはですね、これもよくある話をしますが、山中伸弥先生をご存じないという方いらっしゃいますか？知ってますよね皆さんね、ノーベル賞。はい。で山中先生が取られた山中ファクター4つありましたよね、 iPS 細胞を作るための。でその人のオクト4っていうのがありますけど、これを知らなかったという方いらっしゃいます？
これね絶対テストに出るやつですよね。でこれがですね本当に本当に多能性細胞万能性細胞だけで発現しているかどうかをご自身の目で調べられたという方いらっしゃいますか。論文を見る以外でですよ。もう嘘かもしれないですよね。どうですか山中先生は偉いから嘘つかない本当ですかっていうのを今実は調べられるようになってるんです。で、オクト4は実は本名はですねパウ 5F1 っていう名前なんですね。オクト4は実はあだ名で正式名称はパウ 5F1 と言います。で、一個一個こう見ていくとこれ40分類がこう出るようになってるんですけどここには実は iPS 細胞とかが出てこないので新たに追加されたその500種類ぐらいのサンプルが追加されましたよって話をしたと思うんですけどそれが実はここにタブでこう表示されるようになっています。でファントン 5KG って書いてあります。でここに入ってます。でここポチッて押していただくとこういうようなちょっと無味乾燥な絵が出てきますけどこれ実はここからここまで端っこまでが550個のサンプルが並んでます。で今見れてるのはここの白いところ白いところが拡大して見てるというところなんです。なんでこれでこう高さが発現量なんですよ。なので550個あるんですけど発現しているのはこのいくつかしかないんですよ。でこれが何だろうなって見に行くとこれはちょっとポジコンなんで飛ばしますがこれがちょっと右上にここに出てますけど ES 細胞なんですね。でお隣が、肺葉体ちょっと ES 細胞のちょっとだけ分化が進んだようなでもこれも万能ですよね。万能性を持っている。でこの隣もこれは GFP をかました ES ですね。でこれが iPS 細胞なんですよ。これすごくないですか。僕はちょっとこれ最初見た時おーと思ったんですけどもともと僕も実は文化の研究をしてたんであれなんですけどそういうことなんですよ。でこれ隣は測定してないんじゃなくてゼロなんです。全部この辺アディポサイトとかマストセルとかいろいろこう聞いたような細胞が出てくるわけですけど、まあ、この辺はみんな分化細胞ですよね。もう出てこないんですよオクト4っていう遺伝子は。すごいんですよ山中先生はということなんです。っていうふうにまさにその論文であ本当だとかっていうんではなくてこういう公共データとか何のバイアスのかかってないデータを見てこう判断するっていうのが今結構大事な時代になってきてると、まあ、論文は多分嘘ついてないとは思うんですけどこういう生データというかバイアスのないデータからですねこういうようなのを見ていくっていうのが必要なスキルなのかなというふうに思ってます。でこれオクト4ですけどそれはオクト4はそうだよと思うかもしれないですけどこれはご自身が追っかけてる遺伝子を調べてみたくなりませんか。ちょっといいデータっぽいですよね。こんなオクト4がこんな綺麗に出てるんだったらご自身が追っかけられているなんとかがん遺伝子みたいなどうなんだじゃあ実際とかっていうのを調べていただくとあで550個のサンプルを皆さん調べられたことはないですよね。550個もなのでもうすでにデータは出てるんですのでこれ自由に使っていただいてですねレフェックスにこんなデータが載っていたよっていうので論文に書いていただければ非常に良いと思いますのでぜひこちら合わせて使っていただければなというふうに思います。だいぶ時間がなくなってまいりましたが、その辺のやり方についてはちゃんと書いておりますのでこちらご覧ください。こちらの並列に比較する機能なんかもありまして、こんな感じで最大3つまでなんですけど横で比較ができるようになってます。で横で比較ができると何がいいかっていうとこの遺伝子オントロジー先ほどジーンオントロジーって話をしたんですけど機能のその名前ですよね名前がこうついているんですけどこれ差分が分かるっていうのが一つ重要だと思ってます。なかなか一個一個だけ見ているとこの遺伝子は持ってるんだけどこの遺伝子は持っていないこのチョンチョンっていうのがこのタームは実はこの遺伝子には割り振られていませんよっていう意味合いなんですね。なので実は発現パターンがこう似てるんだけどこれは多分肝臓特異的な発現パターンを示すものを載せたんですけど実は機能は全然違うんですそれぞれ3つで働いているところが違うんですねとかっていうのが分かります。でこれなんかはだからまさに、よく分からない遺伝子が3つあった時に実は発現パターンはバラバラなんだけど機能は実は似通ってたよっていうパターンもあると思うんですよね。っていうようなそうすると何かやっぱりこれ意味があるのかもしれないとかってそこから着想していくことができると仮説を立てていくことができると
というような使い方も、こちらでおすすめをしております。よろしいですか。ちょっと駆け足で来ておりますが、レフェックスは以上です。ちょっとぜひですね、ちょっと今ハンズオンじゃないんであれなんですけど、ご覧いただけないと思うんですけど、ぜひラボに帰っていただいて使っていただけるとありがたいです。無料で誰でも使えます。で、最後残り10分ちょっとになってしまいましたが、最後の、生物学的解釈なんですけど、まあこの辺の話は皆さん分かりますよね。発現データを測定した時の、いろんな正規化をしたりクラスタリングをしたり、なんとか解析をしたりするんですけど、そこにはこうバイオロジーはないよと。あくまでそれは統計解析であって、だけど我々生物学者が必要なことはまさに生物学的な解釈をする必要があるということなんで、ここをいかにゲットオーバーするかというところに、が大事です。でこれいろんなツールがあるんですけど、これ特にですね、エピジェネティクスとかをやられてる方はこちら使っていただくと非常に すごいなという感じが分かると思うんですけど、チップアトラスというサービスがあります。でこれ DBCLS と共同で旧大の沖さんという方が一緒に、開発をしています。で、これですね、実はそのクロマチン免疫鎮抗をして、RNA シーケンスをするっていうチップセックっていう方法があるんですけど、まあ、そのですね、論文で報告されたチップセックのデータをほぼ全て、再解析をして、皆さんに使っていただける形に並べ替えているというサービスなんです。なのでデータ処理をしなくてもいいですし、スキルがない方でも簡単に使えますよという触れ込みになっております。本当かと思われるんですけど、本当なんですね、これね。本当なんです、まあ、ぜひやってみてください。でちょっとこれもですね、まあ、多岐にわたるんです。で機能はメインの機能はですね4つあります。でこの4つです。でこの4つあって、それぞれ、この辺ちょっとエピジェネティクスやられてる方はピンとくると思うんですけど、ピークブラウザーっていう機能は何がどの遺伝子がどこにゲノムのどこにくっついてるのかで調べる機能です。でターゲットジーンっていうのはその転写因子が何を制御しているのかっていうのを調べるのに特化した機能です。でコーローカライゼーションはもうそのままで、ある例えば転写因子にどれとどれとどれがくっついて例えば、制御しているのかとっていう情報を、もうこの辺をよくやりますよね。よくやるんです、エピジェネティクスの場合。でこの辺を簡単にですね、公共データからサーチすることができるというふうになってます。で最後今日紹介するのはこのエンリッチメント解析をやりますけど、これまさに遺伝子のリストを持っていたときにこの制御関係をまとめて公共データから、あなたが投げた遺伝子は遺伝子群だとこんなのに関係してそうですよっていうのを、公共データから教えてくれるというような機能になってます。でこの辺ちょっと脳画像が書いてありますけど、興味ある方こちらご覧ください。で全てここ、全てじゃないですね、ピークブラウザーターゲットジーンコールローカライゼーションは統合 TV になっておりますので、ちょっと今日は紹介しませんけど、それぞれに興味がある方いらっしゃると思うんですけど、これ動画をご覧になってください。これ開発者の沖さんも中身を見ていただいて、中身 OK いただいてるんで、ちゃんとしたものになってると思います。でエンリッチメントアナリシスは今鋭意作っております。早ければ年内に動画が出せるような状況になっておりますので、ちょっとお待ちください。はい。ということで、利用例は今申し上げた通りで、でこの、チップアトラスも、中身のソースコードですとかドキュメントなんかはきっちりここに書かれておりますので、まあ、どうやってその再解析をやったんだ、本当かっていう疑われる方、もしいらっしゃれば中身を見ていただければ分かるようになっております。あ、でごめんなさい、これちょっと情報が古いですね。プレプリントって書いてあるんですけど、つい 先月論文が出ましたので、これ論文出てます。あとでちょっと書き換えておきます。で中身のデータベースについても、DB アーカイブって先ほど箕輪さんが紹介されたと思うんですけど、その中に入ってますので、自分で全部丸ごと落としてやりたいよっていう方もそれができるようになっておりますので、ウェブのインターフェース経由ではなくて生データを落としたいという方はこちらからご覧いただくことができるようになっています。でちょっとここにも実習形式で書いてますけど、これ何をやるかっていうとですね、こういう謎の遺伝子リスト、こういう謎の遺伝子リストがバーッとあるわけです。これが350個ぐらいあるわけなんですけど、これ何に関係している遺伝子か分かりますか。無理ですよね。これこの世界中誰に聞いても、偉い先生に聞いても分かる人いないと思うんですけど、
まあ、そういうことがコンピューター得意だよという話なんですね。でこの350個を食わせるといい感じに返してくれるというそういうサービスなんですね、はい、でその辺の脳書きが書いてあります。でエンリッチメントアナリシスのウェブサイトがチップアトラスのトップページで、ここですね、エンリッチメントアナリシスっていうところがあります。で押していただくとこんな画面になってっていうところです。でちょっと今これ画面がちっちゃいんで、なってますけど、普通の広い画面だとこんな感じに表示されて、まあ、この辺にオプションを設定していきます。今回は転写因子を調べたいので例えば TFS&Others っていうのを選んでますけど、まあ、それ以外にいろいろ選べます。あとサンプル、どういうサンプルを対象に検索しますかっていうのは今回全部を対象にしたいんで、これ3万4000ぐらいですけど入って選んでます。でスレッショルドはまあちょっとこれものによっていろいろ変わるので、まあ、最初は特にいじらないでいいと思うんですけど、まあ状況に応じて変えていくという感じです。でセレクトユアデータのところで今回のその謎の遺伝子リスト350個をコピペして入れています。で今回のはレフセックのコーディングジンですよっていうのを書いてあります。あとこの辺は名前をつけるだけ、もうこれだけなんです。これでおしまいです。でこれでサブミットをしていただくとこんな画面になってですね、実はこれデータはすでに持っているわけではなくて、その都度計算をしています。当然ですよね、ユーザーのデータをもらっているので、で実はここにちょっと書きましたけど、遺伝研、国立遺伝学研究所のスーパーコンピューターにその計算をしてもらってます。なのでサブミットのボタンをピッと押した瞬間に遺伝研のスパコンで計算をしている、ちょっとかっこいいですよね。スパコンでデータ解析どうですか。論文に堂々と書きますよ。スーパーコンピューターを使いましたってこうねドヤ顔で使います。まあ、ちょっとそれ余談なんですけど、でそれが飛んでいきます。で飛んでいくんで、遺伝研のスパコン結構混んでるのでちょっと待ち時間があります。でサンプルの数によるサンプルというかジーンリストの数によるんですけど、まあ、大体10分とか15分とかぐらいです。で今回のケースだとまさに10分ぐらい、10分15分ぐらいかかってます。で計算が終わるまで待ちます。で終わるとですね、ランニング、ここランニングってスペースな待ってますけど、ここがフィニッシュドってなります。でそうするとここにリザルトの URL っていうのがこうあるんですけど、この URL が有効になります。でこれポチッとクリックしていただくとこんな画面が返ってきます。でちょっとこれ小さいんですけどこんな感じで、今回350個を食わせて、どういう転写因子とくっついてるかっていうデータがこんな感じで見られるんですね。で HEPG2 っていう、 HEPG2 ご存知ですかね。これ肝臓のがん細胞核かな、結構有名なものなんですけど、まあ、そのサンプルで取られた HNF4A とかっていうのとくっついてたのが多かったよとかっていうのが、これ最もらしい順にこう並んでるんですけど、こんなデータが返ってくるんですね。で、そうですね、もうこれでおしまいなんです。で350個 と、よく一緒になって何か働いてそうなやつがこうリストされてくると。でここからじゃあさっきの350個の遺伝子はもともとじゃあどういう機能に関係している遺伝子だったのかなっていうのを解釈するようになると。でこれも肝臓の研究者が見ると、あマスター遺伝子が入ってるなとか、有名な重要な転写因子が入ってるなとかっていうのはちょっとピンとくるわけですよね。っていうようになりまして、いつもはクイズ形式でやってるんですけど、この興味ある遺伝子リストが何を投げたかを、これいつも逆なんですけど、本来はね何のリストを投げたかは皆さんご存知なんですけど、これ逆で結果はこう出ましたと。で何のリストを食わせたら HEPG2 でよくこう実験されてるような転写因子が連れてくるかっていうのを考えるみたいな、ちょっと逆引きなんですけど、こんな感じになってます。でそうするとやっぱりなんか肝臓に関係するリストなんだろうなっていうのは、まあ誰が見ても分かりますよね、っていうような感じになってきます。で結果の見方としてはこの P バリューが低くて、 P バリューここですね、ここの P バリューが低くて、フォールドエンリッチメントが高いような、フォールドエンリッチメントこれですねが高いようなものだと、転写因子がたくさんヒットしてくると、今回投げたような遺伝子群をまとめて制御する、例えばなんかマスター、新規のマスター遺伝子みたいな、マスター転写因子みたいのが抽出できている可能性が高くなると
というようなことになっています。で、答え合わせとしては、別でファイルを用意してますが、実はこれは、先ほど申し上げたレフェックスからダウンロードできるんですね。肝臓特異的遺伝子のリスト、さっき400何十個出てきたと思うんですけど、あれをまとめてダウンロードしてきただけのデータなんです。だから470個をまとめると、今350個ぐらいありましたけど、350個ぐらいの遺伝子を実は、チップアトラスで解析をしたということになっているんです。なので、2つ言えて、レフェックスの肝臓特異的遺伝子のリストはどうも ちゃんとしているらしいっていうこともわかるし、チップアトラスで出てくる結果っていうのを今ご覧になったと思うんですけど、かなりもうほとんど肝臓でしたよね。なんで両方ともなんかいい感じのものがちゃんと返してくれるんだなっていうのがわかるというふうな、ちょっと半分宣伝も入ってるんですけど、そんな感じになっております。なので皆さんリストをお持ちの方は、で特にその転写因子とか追っかけられてる方は、ぜひちょっと騙されたと思ってチップアトラスにさっきのエンリッチメントアナリシスしていただくと、リーズナブルだなと思う結果も返ってくると思いますし、あとなんでこんなのが出てくるんだろうみたいなのが返ってくればちょっと儲けもんですよね。そこをちょっときっかけに仮説を立てていくというようなことができるようになってくると思います。はい、というわけで駆け足できましたが、あと1分少々になってました。で、あとですね、ちょっと今駆け足できちゃいましたけど、さらに学びたい方向けということで、データの可視化とか解析ツールなんかを最近実は統合 TV でも、たくさん出しています。で、ちょっとこの辺個別では紹介しませんが、いわゆる縦に遺伝子横にサンプルみたいな、いわゆる行列データって皆さんお持ちですよね。で発現量がバーッと出てくるみたいな、そんなのをお持ちな時に、結構 Excel とかだとなかなか見切れなかったり、ね、ファイルが開けなかったりするんですけど、その辺をうまくやるツールなんかはたくさん出てますので、特に最近私個人的にはこのモルフェウスっていうんですけど、これおすすめです。行列データをこうアップロードするとですね、一瞬でヒートマップにしてくれて、そこからグリ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 解析ができる。クラスタリングをしてくれたり、PCA やってくれたり、いろいろウェブブラウザ上で全部やってくれるっていう、結構なかなかいい感じですのソフトがありますので、この辺ぜひちょっとお困りの方いたら使ってみてください。はい、ということで、まとめなんですけど、つまみ食い的なんですけど、生物学的解釈を助けるウェブツールなんかをいくつか紹介をしました。で、これ実験ツールなんで、それはまさに実験系でいうところの顕微鏡を見たりとか、実験試薬を混ぜて実験するなんかっていうのと一緒で、道具なんで、どんどんですね、この便利な道具があるっていうのを知れば、でそれで知った上でその使い方が分かれば、あとはですね、皆さんの情報分析力と、それを使った想像力で勝負をしていくというのが、研究者の本分なのかなというふうに思います。ので、仮説構築とか実験計画検証データ解析論文執筆っていうのが、これも我々ぐる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 ずっとやってるわけですけど、ここの研究サイクルをいかにこの加速化するか、いかに効率化するかっていうところを我々サポートしていければなというふうに思って日々開発をしております。で、困ったら統合 TV 使ってくださいっていうこと で、あとは研究に役立ったら引用クレジットお願いしますというところで、これ非常に重要です。先ほどもちょっと申し上げましたが、些細なことでも構いませんので、もうペッと書いていただくだけで構いません。引用論文とか URL とか書いていただくと、この DBCLS、NBDC の活動っていうのはですね、もう毎年のように提供するサービスがどのくらい活用されたかについて、主に引用数などで評価されており、利用者の方の積極的なサポートが必要不可欠ですということなんで、なんか一つでも便利だなと思われたら、ちょっとこういわゆる何ですか、 SNS 的にはいいねってあるじゃないですか、あのノリでちょっといいねをする感じでですね、引用していただく、ちょっと面倒なんですけど、そういうことをしていただくと、いいコミュニティが出来上がっていくのかなというふうに思いますので、ぜひともご協力いただければなと思います。そうだ、時間なんですけど、アンケート取りましたね。 どなたか書きました？書いてますか？すいません、ちょっと5分ぐらい時間取るなんて言ったんですけど、全然あれでしたね。7749、これをちょっとおさらい、あれ誰も書いてないですか？皆さん奥ゆかしいですね。あ、そうです。あ、じゃあ いいんですけど、もし書いてたらあれだったんですけど、あ、じゃあ分かりました。はい、特にご質問ないということでよろしいですか？はい、はい、以上です。ありがとうございました。